まちゃん。サワテツのゴーゴーフットビヨーン。いや、拍手ありがとうございます、皆さんゴールデンウィークしてますか？はい、してるみたいですね。楽しんでそうですね。はい、今日はですね、僕がやっぱりこう一人になっちゃったんですよね。サワちゃんがいないんですよ、このゴールデンウィーク明けて。まあ明けてないか、途中ですね。でも皆さん安心してください。今日素晴らしいゲストをお呼びしてます。先に、私が、川越でイタリアカフェブライトンカフェやってるエビテツでーす。よろしくお願いします。はい、ってなわけでゴールデンウィーク、まあ、真った中あとちょっとですね。そこにですね、わざわざお忙しい中ゲストに来てもらってます。早速紹介しましょう。春日部にある共栄大学体育会サッカー部コーチの加藤嗣雄さんです。どうもこんばんは。こんばんは。共栄大学でコーチをさせていただいてます加藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。渋いっすね。ありがとうございます。入りが渋いっすね。いや本当に、はい、まあ、もう僕は嗣さんでいいですか？はい、大丈夫です、はい、もう嗣さんと呼ばせてもらってるんですけども、まあ、ブライトンカフェにもう2回ぐらい、はい、来てもらってて、はい、まあ、共通のサッカー仲間から、ご紹介で来てもらって、はいはい、パスタどうでしたか？いや最高でした。もうもっちりもちもち最高でした。もっちりもちもち、はい、ソースも最高で、はい、もう大学生の太もものような。あもうずいぶん久しくそっちか、もう忘れちゃいました。そっちに行っちゃいました。すいません、夜の番組ですよね。すいません。いや最高ですよ。いいですよ、そんな感じで。はい、今日はですね、はい、まあ、大学関係としては初めて、はい、お呼びして、はい、ありがとうございます。大学サッカーもしかり、はい、あとつぐさんの、はい、もう長いそのサッカー生活っていうかもう、はい、ね、はい、選手から指導者の話をたくさん聞きたいと思うんですけども、はい、50分、まあ、1時間弱なんですけど、はい、足りますかね？そうですね、あっという間に終わっちゃうかもしれないですけど。そうっすよね。で、まあ皆さんにも知ってもらいたいので経歴を、はい、まあサッカーの大体、はい、まあどれぐらいからの入りましょうか。じゃあ高校卒業したぐらいから。ああ行きましょう。はい、つぐさん、しまいに、はい、まあ、失礼なんですけども今おいくつでいらっしゃいますか？53になります。53です。はい、じゃあもう高校卒業したってことはもう何年前ぐらいですかね。はい、もうかれこれですね。はい、そうです、かれこれですね。はい、じゃあもうサッカーのその盛り上がってくるのをずっと見てきたし支えてきたって、ね、はい、まだ J リーグもなかった頃だったんでですよね。はい、ぜひ、はい、じゃあ高校卒業して、まあ、高校もちょっとサッカーやってて、はいはい、卒業して、はい、どういう形でこうサッカーと関わってきたんですか？高校卒業してブラジルにサッカー留学で。おお、すごい、はい、3年間。3年も、はい、行ってました。いやもうあの当時はい、はもう自分もちっちゃい頃もそうなんですけど、はい、もうキャプテン翼の影響で、はい、サッカー、ね、なんか留学するならブラジルみたいな、はい、あそうですね、そんな時代ですか？あのちょっとその前ですね。その前ぐらいですか？行ってる途中からブワーッと日本人の子が来るようになって。そうなんですね。初め行った頃はもう本当に数えるほどしかまだいなかったです。はい、なぜブラジルをこう目指そうと？中学校の時にスペインのワールドカップを見て、はい、でジーコさんの、はい、あのセレソンにもう一発やられまして、はい、もう一発で、ね、はい、ガツンと人生が変わったっていう。そうです、はい、もうそれでも好きになっちゃって、はい、まあ、進学進路の時にもうあまり他のことに興味がなかったというか、で話それで両親に話をしたら、これはラッキーだったんですけど、はい、母親の友達夫婦がサンパウロに駐在で住んでたんです。はい、でその人にちょっとコンタクト取っていろいろ向こうで調べてもらって、てるとこう向こうでそういうことをやってる日本人の方がいらっしゃって、あ、なんかコーディネーターみたいな感じ。そうです、はい、はい、
でその方と日本でお会いできることになって、もうあとはもうトントンと向こうに行けるようになったっていう、もう本当にもうラッキーな、それもう、はい、そういうケースは少なかったケースなんじゃないですか、やっぱりと思います。はい、じゃあもういろいろトントン拍子でもう行っちゃえと。そうですね、はい、もうじゃあ向こうでチームをもう、はい、そうですね、今でいうアンダー18のチームに練習生として入れてもらって、毎日寮に住んでこう同じ生活を、プロの予備軍と同じ生活をしていって、まあ、18からだんだん20歳になっていくんで、向こうは当時20歳までにプロになれないとプロにはなれなかったんですね。まあ、そういう流れってことですね、はい、でそういう年齢に伴って19ぐらいの時に地方クラブの2部リーグのプロに置いてもらって、はい、そこでこう見かせてもらったりとかっていうのは、そういう感じでした。はい、で母さんとかみたいに向こうでプロになって、公式戦バンバン出てっていうことを目指してはいたんですけど、はい、まあなかなかさすがにそこはそんな甘くなかったっていう、そういう感じです。でもプロになるだけ、はい、まあやっぱすごいじゃないですか、はい、あのサッカー大国の人数ね、はいはい、世界をあの一番多いプロ、はい、ブラジル人だっていうじゃないですか。そうですね、はい、その中でじゃあやってきて、はい、向こうでのやっぱ生活って、僕カズが好きで、はい、カズのブラジルでの生活とかよくこう、はい、目にしたり、はい、読んだりするんですけど、はい、あの通りですかね。もうそのままです。そのまま、はい、よく飲みに噛まれました。もう、はい、ベッドみたいな、ベッドがベッドじゃないみたいなのがあって、もうコンクリート壁からコンクリートのベッドがポンと出てて、その上にクッションがポンと置いてあるっていう、もうそれだけで毛布があと1枚あってぐらいな、もう初めびっくりしましたけど、うん、だけどまあそれでもですよね、はいはい、やっぱもう期待感があるし、はい、ブラジルでやってると、うん、そうですね、だけどもう3日でもうこれは無理だなって正直思って いやもうそうなるんですね、はい、いやそれに、ね、日本は3月、僕ここ出てすぐだから3月に行って冬じゃないですか、はい、もう真夏のガンガンの暑い時で、はい、もう3日ぐらいフィジカルやったらもう死にそうになっちゃって、はい、もうこんなのついていけないなって正直思って、はい、だけど、まあ、プロを目指してましたけど、最悪絶対日本に帰ってどっかのチームに潜り込んでやろうっていう、もう中ではちょっとマイナーチェンジを、目標の目的のマイナーチェンジをしながら、もう何があってもここでとにかくかじりついて自分のレベル上げてやっていこうっていう、そういう感じでなんかやってましたよね。3日間やってみて、はい、俺は囚人見てたし、はい、いやもうちょっとレベルがやっぱり全然違うんだよ、やっぱり、やっぱ当時もう、はい、もう全然違う、もう違います。すごい18ですけど、15歳の子よりも単純に体が華奢だし、あもう向こうの選手体がもう15歳でがっちりできてるし、うん、やっぱり止める蹴るの正確さがもう全然違います。全然違う、はい、まあ、そのプロの予備軍、そのクラブに入ってくること自体が向こうの中では一種エリートなので。なるほど、はい、だやっぱりもうそういう基本の差が明らかに違うっていうのは感じましてね、体力とももちろんですけど、そういう技術的な部分も本当にその差を感じたというか、見たことがなかったですね、差を感じたより見たことなくて、なるほど、なんじゃこりゃっていうところから入ってた感じですよね。でもそれ長い期間そもそもやってましたね、はい、3日でやべえなこれはと思ったけども、はいはい、いや帰れる帰れないところもあるし、あそれにまあやっぱり無理だなと思いつつも、やっぱりワクワクしてる方の方が全然強いし、こうなんとかここでなんとかなってやろうっていう、そっちの気持ちの方が全然強かったから、その初めに言ったのはもうほんとちょっとした部分なのでっていうところですよね、はい、逆にやっぱ海外、よく日本でこうサッカーやってる人はやっぱこう、はい、ハングリー精神がこう、はい、まあ、足りないんじゃないかとかいう話もまあ出ますけど、 はい、あのとやっぱ海外に行く人っていうのは、はい、やっぱハングリー精神が日本人でさえ、うん、そうですね、いやもう社会の仕組みが違うんで、うん、僕もよくチームメートに聞かれましたよね、まあ、何しに来たのって、でお前の夢は何なのっていう話をよくされて、でまあいや俺はここで頑張ってプロになって、ブラジルでプロになってっていうのが夢だっていう、もう本当に子供が普通に思い描くような夢 で、はい、で逆に彼らにじゃあお前の夢何なのっていう話をしたら、もう現実的なんですよね、もう自分一人がここに住んでるっていうことが家族の食住においても助かってて、なるほど、でアンダーカテゴリーでもやっぱり若干給料が出るんですね、でその若干音のほとんど仕送りするんですよ、
でもう自分たちは本当にもう日々の小遣いちょっとだけ残して、で寮にいればしっかりご飯も食えるし、ちゃんとした体にいいものを食えるし、でここでとにかくなんとか自分がプロになって、でビッグクラブにさ引っ張られて、でまあ、アンダーカテゴリーでもトップチーム同士が、その一番初めに行ったチームがサンパウロ州リーグの一部リーグのチームだったんですね、はい、だからコリンチャンスだとかサンパウロとか来るんですよ、アウェーで試合しに、はい、でその前座でアンダーカテゴリーが試合するんですね。でそこで役員とかも来てるから、でそういうところでよく目についてちょっと引っ張られたりとかっていうのは よくある話なんですよ。だからそういうこう、どう言えばいいのかな、そのサッカー界の中でもその成り上がるっていう言葉は良くないかもしれませんけど、そういうシステムがすごい当時はあって、なるほど、でその僕 のチームメートでも一番仲良かった選手が日本でいう高校選手権にレンタルで引っ張られたんですね。それも日本で考えられないじゃないですか。すごいで僕のクラブもサンパウロでは中堅のちょっと下ぐらいだったんですけど、はい、その2部リーグのチームでその選手権、今はコパサンパウロって言ってるのかな、当時はタッササンパウロって言ったんですけど、はい、でタッサに出ることが決まって、でそいつにレンタルのオファーが来て、でそいつが行って優勝しちゃったんですよ。でおまけに得点王になっちゃって、もう次の月にはクリチバ行っちゃってました。あ、クリチバ、母さんがその後母さん行くんですけど、はい、もうあっという間にユースからトップにも一瞬上がったんですけど、あっという間に行っちゃいました。あ、すごい、はい、いやそういう身近にもそういうことがあったし、でサクセスストーリーみたいな感じですね、はい、で彼らが言ってたのは、そっからヨーロッパに行って、でヨーロッパのその名だたるリーグビッグクラブに、はい、呼ばれ引っ張られて、そこでもう本当巨額の富を得て、うん、親に家を買ってやるのが夢だっていう、これもうほぼ全員言ってました。だからもうサッカーで云々がじゃないんですよ、夢が、もう本当に人生を成功するために、でだけど俺はサッカーが好きで、好きだからっていうのも必ずある、うん、俺はプレーするのが大好きで、でその中ででもこういうことっていう、だからその精神的に大人ですよね。日本でも大人でもなかなかそこまで頭の整理がついてきてる人少ないんじゃないかなと思うぐらい現実の世界を彼らはもう十何歳のうちからそこで競争してるから、もうそのハングリーっていう言葉が日本とはマッチしないですよね、と思いますよね、思ってましたね。勝てるわけないっすね、ブラジルに。いや本当にそうですね。だからアトランタオリンピックで勝った時なんか本当にもう涙出ましたね。そうですね、あれはまさかブラジルに、はいはい、当時フルメンバーだったじゃないですか、オーバーエイジも使って、はい、でおまけにあの時の4番でロナウドっていうセンターバックの企業のロナウド、ロナウジーニョじゃない、9番のセンターフォワードのロナウドじゃなくてロナウドっていうセンターバックがいたんですけど、はい、それが日本でやってたんです、京都で。一瞬17歳8歳で若い時に京都に来てて、で僕やっぱりいたから喋れるじゃないですか、はい、すごいよく面倒見てあげてたやつが出てて、でやっぱりチームにもちゃんとファックス来たみたいで、そのロナウドがオリンピック出るんでっていう連絡が来てたみたいで、あ、そうなんですね、はい、で僕はもうその時京都離れてたんですけど、はい、後から友達に聞いたらそうやって言ってて、でやっぱり日本も応援するけどやっぱり目はロナウドに行っちゃうし、うん、っていう中で日本が勝つっていう、もう何とも言えない、ね、もう何とも言えない最高の、はい、そういう思い出もありますね、なんかね。いやすごいですね、はい、まあそうですよね、もうそういう、だからもうそもそも論が、はい、もうやっぱりブラジルとかとはちょっと違う、うん、はい、かけるものというか、そのな、どういうのかな、生活のもうウエイトが、もうそうですね、はい、もう生きるってことがもう、そうですね、イコールですよね、はい、はい、もうでも津具さんのこのブラジルの話だけで、はい、多分もうごちそうさまになるぐらいな勢いなんですけどもそうですね、ちょっとじゃあ一回じゃあその次にブラジルでこうやってて、はい、その後どうしたんですか、はい、それで京都に帰って拾っていただいて、そう、津具さん関西の人ですもんね、そうです、でもたまたまセレクションがあって、はい、でセレクションで拾っていただいて、4年間お世話になったんですけど、京都っていうと当時は、はい、どういうチーム名でしょう、まだ京都志向サッカークラブでした。で日本リーグの2部にいて、はいはい、でブラジル人の選手とかフィジカルコーチもブラジル人がいて、はい、でまあ、スポンサーの会社でちょ、午前中で練習して昼からスポンサーの会社でちょっと働かせてもらってっていう感じでしたね、はい、じゃあその選手でそう
なんかいろいろこう途中の経歴でなんかこういう人がいたって言ったら、はい、紹介しながら経歴言ってもらってもいいですか、はい、一緒にそうですね京都の時は、そうですね今あの、まあ、アルジャのトップチームの監督やってる下田さんとかもうあの一緒にそれこそ同じ寮に住ましていただいてたりとか、ブラジル時代でもよくお世話になって、はい、まあ、ちょっと今ね、苦戦してますけども、はい、そうですね、はい、逆に下田さんでサッカー上手なんですか、はい、僕はあの監督のあの、ね、はい、レノファとかあの辺からしか知らないんで、はい、上手なんですかね、いや、まあ、あの堅実な選手でしたね、堅実でよくこうハードワークするようなタイプの、よくない試合中本当によく怒られたというか勝つ入れられたというか勝つ入れられた的確でした言ってることがいつも、なるほど、だからもう監督になる人だなっていう、僕なんかうわーって勢いでドーンやってみたいな、そういうそういうタイプだったんでやっぱりそういう選手がああいうスタイルの人がやっぱり監督になっていくんだなっていう、なんかそれこそシメオネでもグラウビアでもやっぱり枝葉じゃなくて真ん中で周りを動かしてるタイプの選手だったから、ね、やっぱりそこなのかなってこの頃なんかちょっとそんなことをうちのコーチとかとも話したりする時があるんですけど、なるほど、はい、でまあ、京都で下田さんとかも一緒にやらせていただいて、はい、でその後よあの、まあ、当時関東社会人リーグだったんですけど、はい、今東京武蔵野ユナイテッドですか、はい、そうですね、あの横川電機、当時横川電機サッカー部だったんですけど、そこにお世話になって、でその時も下田さんがちょうどいて出ていくんでっていうところでちょっと入れていただいたような、あ、なるほど、はい、そこにもやっぱり監督、ブラジル人の監督とか選手もいて、はい、当時いたんですよね、はい、でまあそれが4日に2シーズンやったのかな、はい、もうそれぐらいからもうだんだんもうちょっと選手はもういいかなって思い始めて、はい、っていう時に、まあ、指導者に興味が出てきて、で友達、その京都の時の先輩で、まあ、当時は読売クラブ、ベルディがまだっていう、はいはい、読売クラブから来てた人も多かったんで、はい、その人たちが東京都リーグでやってて、で関東にチームを挙げるよっていうチームがあって、でそこにお世話になって、そのジュニアを立ち上げるっていうので、そこで指導者をやらせてもらえるっていう、選手もしながらチームの事務局みたいなことをやって、でジュニアをっていう、こう、まあ、つまりチームの何でも屋みたいな感じで、チームがあの雇ってくれるっていう話になって、でそこから指導者に切り替わって、ジュニアからなんですね。ジュニアとその隣にある中学校で外部コーチっていう形で、まだ選手もちょっとやりながらだったんですけど、からが指導者になってっていうところですね。選手のそれは何歳、確か27、8だったと思います。あんまり明確に年は覚えてないんですけど、はい、はい、じゃあ、はい、いろんなこうブラジルとか、はい、いろんな京都で、はい、いろんなのを踏まえて、じゃあ徐々に指導者の道に、はい、はい、そうですね、なんかグラウンドにいたいなっていう思いがはあって、離れるのは寂しいなっていうのがなんかあって、うん、はい、っていうと、もう言えば指導者しかないじゃないですか、また選手以外には何かっていうと、まあね、っていうような、もうすごいシンプルなあの発想というか、あとは選手やりながらだんだんこうキャリアがこうちょっと下がっていく、カテゴリーが下がっていくじゃないですか、はい、つまりトレーニング環境がだんだんこう悪くなっていくというか、はい、練習の回数が減ったりだとか、自分のコンディションを維持するのがこうだんだん難しくなってきて、こうあと何年できるのかなっていう、そことの自分の戦いが最後の方はなんか苦しくてというか、はい、サッカーを純粋に楽しめなくなってた理由の一個になって、でこうたまたま本屋で雑誌をペロッとサッカーの雑誌とししてた時に、はい、こう監督誰か覚えてないんですけど、パッと目についたのが白髪のおじいちゃんだったんですよね、はい、まあ、今最近監督も若返ってますけど、はい、当時はもう監督みんなもうあの老人の、もう60代な、そこで70代の人も多かったじゃないですか、そうですね、っていうのを見てはっと思って、はい、この人と例えば70、60歳だとしたら俺あと30年以上あんじゃんと思って、はい、それでなんか急に気持ちが元気になったというか、なるほど、まだなんだ、まだまだやれるじゃんっていう、それで指導者に対する気持ちがぐっと強くなって、こっからまた一からサッカー やりたいなっていう、こう切り替わって、切り替わってもう完全に指導者の方にだんだんシフトして、はい、はい、もうそのあの瞬間はよく覚えてますよね、なんかあの衝撃というか、おお、はい、俺まだサッカーただ30年経たされる、はい、でまだできるじゃん俺っていう、嬉しかったですよね、あの時なんかいろんな葛藤があった中で、はい、はい、じゃあそこからもうじゃあ入っていくんですね、はい、
そうですね、そこから指導者になって、でそこのクラブ、まあ、今は東京の社会人の2部か3部になってると思うんですけど、供養フットボールクラブっていう、あ、供養さん、あ、はい、供養を関東にちょうど僕たちが挙げて、はい、で1、2年ぐらいはプレーしたのかな、はい、でその後後輩たちが何年か頑張ってあの関東でやってくれてたんですけど、あ、そうですね、はい、ジュニアがこの頃だいぶ強くなってるみたいで、あ、そうですか、はい、都の元大会出るのが当たり前みたいになってきて、あ、はい、でそのコーチもちょうど僕が当時やってた時に、あの地区トレで同じ他のチームだったんですけど、はい、そのコーチで地区トレで頑張ってた子がいたん でそいつを引っ張ってちょっと手伝ってよっつって、で今もそいつが中心ですごい頑張ってくれてるんですけど、はい、嬉しいですね、なんかこう、いや、すごいですね、はい、板クラブがこう発展してて、なんかすごいなと思って、そうですね、自分が携わった、はい、え、じゃあ、はい、どんどんじゃあそういうふうに指導者の道が進んでって、はい、でいろいろ水戸だろう、いろんなところでも、はいはい、そうですね、それでその供養クラブから一度、まあ今群馬に高崎の方に来てるホワイトスターズっていうのが今高崎バニーズホワイトスターズになってるのかな、はい、当時宝塚バニーズっていう L リーグっていう女子のリーグ、はい、全国リーグが当時あって、そこでコーチを3年間4年間かな、そこでもやらせていただいてまして、はい、でそこからまた関東に戻ってきたんですね、はい、でもそこからずっと関東で、はい、でその特にこの埼玉西部地区にゆかりができたのは、うん、その中で、坂戸市にある金山幼稚園という幼稚園がありまして、はいはいはい、存じております、はい、そこに金山 FC っていう少年団のチームがありまして、はいはい、そこで、少年と幼稚園児のサッカーの指導とその幼稚園の体操の先生をさせていただいて、はいはい、で西部地区に住み始めるようになりまして、でやっぱりこう今まで住んだところと違って随分なんか人が温かいというか、そう、近所付き合いがすごいこうある、なんか本当昔の僕たちが自分が子供の時みたいな、そういう雰囲気の空気のだったんですよね、もう人隣の家とかピンクのためにガラガラって入っちゃう、はい、もうなんか本当にそんな感じででサッカーもその自分の子供を応援しに来るんじゃなくてみんな応援しに来てくれる、あ、いいですね、だすごいそれ僕好きで、はい、で、あ、いい地域だなっていう、もう第一印象がそこだったんですよね、このエリアの、はい、でそこからこうこのエリアにずっと住み続けることになるわけなんですけど、はいはい、そういう印象がで金山をやりながらその供養クラブがちょっと下火になった時にちょっとそこの立て直しっていうことで一度戻ったんですね、戻って、はい、でその時関東の2部だったんですけど、1年戻ってる時にちょうど水戸ホーリーホックの方から声かけていただいて、はい、でまあクラブに了承していただいて、水戸で、4年間お世話になりまして、あ、そうですか、はい、で初めはユースの監督でお世話になって、2年目3年目はトップチームのコーチをやらせていただいて、で最後の1年はまたユースの監督に戻って、でそこで水戸は終わりで、はいはい、でそこから、まあ、あの当時あの水戸の監督は前田秀樹さんだったので、が今東京国際の監督を、そうですね、はい、で秀樹さんの関係で引っ張っていただいて、で東京国際のコーチでまたこのエリアに住むことになりまして帰ってきまして、はい、で東京国際で 4,5 年4年5年間かな、はい、やって何人か J リーガーも出て、はい、今もう、まあ、この頃あの 谷選手が出てきちゃってあんまり試合出る機会ないんですけど、はい、湘南ベルマーレで頑張ってるトミーとか、あー、まあ、無難ですよね、彼確か埼玉県なん でトミーとかがちょうど大学の時に携わらせてもらったりとか、はい、じゃあもう完全にこっちの方にシフトしてきて、はい、埼玉に、はい、そうですね、で東京国際、はい、もうあれですか、通さんがいた時にはもうど関東、いえ、まだ県リーグの2部でした、あ、県リーグ2部ですか、はい、県リーグ2部から1部に上がって、はい、で1部で3シーズンだったかな、確か3シーズンやって、僕は最後の年に関東に上がったんですよね、はい、でもそこからずっともう関東リーグで頑張ってられるんで、はい、そうですよね、はい、すごいですよね、じゃあそのじゃあまだ県リーグの時を知ってるんですね、そうですね、もう本当まだ部員も一番初めの時には50ちょいぐらいだったんで、あ、そうなんですか、はい、
で毎年こうだんだん新入生増えてきてっていう、もう本当に増えていく途中だったんですけど、でやっぱり B チームの子とかでやっぱり応援とかがあるじゃないですか、大学のサッカー、はい、でやっぱりもう半分大人なんでなかなかこう高校生のようになんか気持ちのいい応援にならない時があってですね、でそういう時にやっぱり僕そのトップのコーチしながら B チームの担当とかもしてたんで、あのお前らなって、ここはもうそんな遠からずもう東京国際でサッカーやってたって言ったらえってなる時代が来るんだから、お前らって言って、お前らも歴史作ってるんだからしっかりやれよっていう説教を何回もした覚えがあって、鼻で笑ってましたよね当時からだけど本当になんかそういう時代で本当にそうなられてるんで、うん、あやっぱり良かったらさすがだなと思って、今ね、あのそうですね、はい、外からこう見させていただいてるとか、はい、追いつけ追い越せると思ってやってますけど、はい、なかなか差は縮まらずっていう感じではありますけど、うん、はい、まあ、でもじゃあそういう大学の東京さんの礎をこう、はい、築いてきて、はい、その後どうしたんですか。埼玉工業大学に1年お世話になって、はい、であとその期間、あ違うか、その1年前にあの日本サッカー協会のナショナルトレーニングコーチの女子の北信越の担当を1年やらせていただいて、でそれに並行してあの栃木の佐野日大高校のコーチ、はい、外部コーチとを並行してやらせていただいてた時期があって、で週末はいつも北信越に5県ですか、新潟、富山、石川、福井、長野を回ってこう選手の発掘したりとか、指導者の県トレのスタッフと打ち合わせというかレクチャーしたりとか、直接たまにその現地の行った時は指導したりとか、そういうことを、まあ、ちょっと違う関わり方をさせていただいてましたね、はい、で一回そういうのを挟んで、はい、またじゃあ埼玉の、そうですね、大学、はい、大学は結構埼玉県だとどこを結局何個ぐらいやった、埼玉工業大学の後で大東文化大学で5年間監督やらせていただいたんですね、はい、東松山の、はい、あそうですか、はい、なので、まあ、リーグは所属リーグは東京都リーグになるんですけど、はい、まあ、エリア的にはもう本当同じ西部地区の、あそうか、はい、東京、はい、本学というかもともとが成板橋の方にキャンパスがあるんで、はい、でそこしかない頃から出てるので、で後から郊外にキャンパスができてっていう、東京はあの他の大学でもやっぱり神奈川で活動してるけども、あの大東と同じような事情で東京都リーグでもうずっとやってるとかっていうチームがいくつもあるんですよね。なるほど、はいですね、それで大東でお世話になって、その後が今の共栄大学っていう、はい、なるほど、ですから東京国際、埼玉工業、大東文化、共栄大で4つですか、はい、指導のキャリアは、まあ、大体大学を教える、はい、そうですね、ここ10年15年ぐらいはほとんどもう一種のカテゴリーに一種のカテゴリー、はい、なりますね。じゃあすごいですね、なんか、はい、いろいろこうやっぱり呼ばれてコーチしていくっていう形で、はいはい、埼玉県の大学の中で、はい、つぐさん知らない人いないですね。じゃあいるんじゃないですか。いますか。いると思いますけど。そんな人いないですよ。いや、あの大東で5年間いないんで、あ、ここ最近の方は多分知らない。そうか、昔の方は、はい。だからこの頃共栄でやらせていただいて埼玉帰ってきて懐かしい人にいっぱい会うんで、あ、なんか楽しいです。それ、わ、久しぶりなんていうことが多くて、社会人連盟の方なんかもその天皇杯とかでも うん、あるじゃないですか。はい、だからそういうこともあって、なんか懐かしいさ半分っていう感じで、はい。じゃあ、まあ、水戸とかも、はい、じゃ あの時はどのリーグだったんですか。J2 ですね。J2 ですか。まだ J3 がない時で、はい、はい、非常に、あの時は J2 ですね、はい、非常にタフな4回りあったのかな、あの時52節48試合っていう強烈な年 であとカップ戦が挟むんで50試合以上あるんで、すごかったですよね。なんかありましたもんね、うん、J2 は、はい、あの試合がすごい多かった時期、いや、はい、もうちょうどその時でしたね、はい、じゃあそのトップチームやってコーチをやったりして、はい、B チームでその2軍とか見たりして、はい、いや僕は基本トップの時はもうそのトップチーム好きの方だったんで、
その残り組のとかじゃない方のコーチだったんで、はい、もう基本ずっとトップと一緒に遠征とかも帯同して、はい、そういう役割でやらせてもらってましたね。なんか今もまだジャッカーやってる人いるんですか？あのその当時現役ですか、はい、本間浩二がまだ確かゴールキーパーのまだ水戸で頑張ってると思います。ああ、はいはいはい、はいはい、もうその JFL に上がる前から水戸にいてっていう浩二がまだ今年もやってますね。確かもうだって結構なあれですよね。もう、はい、もうそういうぐらいです。ですよね、はい、あそうですか、はい、だから大学でたまに、まあ、ここ 1,2 年やってないんですけど、ホーリーホークとやっていただくことが年に一度にではあって、うん、そのたんびにやっぱり工事いて嬉しいですよ、頑張ってな工事って話して嬉しいですよね。いや嬉しいですよ本当に、そういう、こう昔の仲間に会えるというか、別にその選手と指導者っていう感覚じゃないから、もうなんか昔一緒にやった仲間っていう感覚なんで、はい、だからそれでまだ現役やってるから、もうそのちょうどあの今のトレーニングセンターができた、集まれができた一番初めぐらいに僕ら試合してもらったんですね。でその時に、いやもうこの環境すごいよって、うん、もう本当昔の知ってるからもうすごい喜んでましたよ。なんかよく聞きますもんね、はい、水戸は昔はちょっとお金があんまないからすごく大変で、はいはい、そうですね、やっぱあの学校施設を、はい、回収して、はい、そうですね、はい、じゃあだそこの本当グラウンドは天然芝に面あって、校舎の有効活動というかジムだとかスタッフルームも監督室も確か別にありましたよね、はい、ランドリールームもあったし、もう本当 J1 並みの施設でしたね。あそうです、なんかコーチがあの僕の下でユースのコーチやってたのがいて、でそいつがいろいろ案内してくれて見せてくれたんですけど、うん、すごかったですよね、本当に。でそのジムもこう空いてる時間は一般の人に開放して、こうちょうどその時午前中だったから、ご老人の方がこう健康体操みたいなことをちょうどやられてたりとか、はい、そういう活動もされてたりとかしてましたよね、やってましたね、はい、やっぱそういうふうに有効活用してるんですね。はい、そうですね、はい、いやもうちょっと話が尽きないんですけども一回、はい、はい、そしたら防衛大学の話になる前に、はい、一回、はい、曲を一回、紹介したいと思いますので、はい、はい、じゃあ、皆さん聞いてください。宮武博さんで万歳ウィークエンド。はい、宮武博さんで万歳ウィークエンドでした。はい、じゃあ鶴さん、はい、やっと共栄大学、はい、今の話にやっとたどり着くんですけど、はいはい、もういろんな話をこう、はい、深掘りしたら、はい、もう終わらないんじゃないかと思ってたんですけど、はい、ブラジルの話は聞きたいんですけど、また次の時にぜひ、はい、聞かせてもらって、はい、で今共栄大学の体育会サッカー部のコーチとして、はいはい、やられているという形で、もうどれぐらい就任して、ちょうど3シーズン目に3シーズン、はい、なります。共栄大学ってなると、はい、あまりこう分からない人は、あ、サッカーってどうなのかなっていう人はいると思うんですよ、はい、自分とか社会人でサッカーやってたんで、はい、結構こう分かってるんですけど、はい、リスナーの方とかじゃはい、どんな形なのかなって、うん、はい、まあ、どういう施設でどんな感じでやってるんですかね。施設は、5年前に、はい、フルピッチ人工芝ができまして、でサッカー部専用なので、そのグラウンドを、まあ、授業の関係で朝練でが中心なんですけど、そのグラウンドで目いっぱい土日も含めて、90名近い部員で、頑張ってます。90名、はい、全学年90名、はい、そうですね、4学年1年生含めて約90名ですね。あ、いい人数ですね。そうですね、多からず少なからず、はい、そうですね。それの中で3カテゴリーに分けて今やってるんですけど、はい、トップチームとサテライトと1年生チームっていうくくりでやってまして、うん、はい、でトップチームはその去年までは埼玉県大学サッカーリーグっていうのがあったんですけど、でそこの一部に所属してたんですけど、はい、今年から北関東リーグと合併になりまして、あー、はい、ちょっと聞いてた、はい、なんかマンネリ化もあるし、はい、まあ、将来強化のためとか、そうですね、まあ、他のエリアも将来的にはそういうふうになっていくのかもしれないんですけど、そうそのさっきの大東 の埼玉の話じゃないですけど、そういうエリアエリアでこうやっていくっていうような方向になるような
方向になるかもしれないっていう、そのなんか一番初めのような感じ、まあ、そこ他は分かんないんですけど、でその北関東リーグと合併して関東大学サッカーリーグノルテっていう名前で、そこを一部と二部に分けて、はい、でその去年の成績の上位 5位以内が一部 で6位以下が二部で、その両方でノルテ一部二部っていう感じでやってます、はい、あそういう風に動いてんですね、はい、ですからそのノルテ1年目なので、はい、まあ、まだそれも前期始まって2試合2節終わったところなので、まあ、そこも一周してないのでまだよく見えないところも正直あるんですけど、今共栄大学さんは何部の方に、はい、今一部です、一部にいるんですか、はいはい、大体じゃあ埼玉県の大体上位のチームと、はいはい、あと他の関東はどういうチームですか、まあ、埼玉ですと埼玉の5チームが、まあ、去年うち埼玉県リーグで実は準優勝してるんですよ、はい、城西大学が優勝して関東上がっちゃったんで、はいはい、その今年に残ってる部分でいくと1位の、あ一番上の順位になる始まってまして、でうち平成国際、勝利、埼玉工業、独協の5チームなんですね。で北関東が、作新、上部、時は白鸚、足利台っていうその5チームで、全部の10チームでっていうふうな感じです、はい、上部大学とかあの、はい、監督はあれでしたよね、やってたのは今は植木さんにまた、あ変わったんですか、はい、山さんは1年でかあの、まあ、今鹿島のトップチームのコーチになられたん で、ね、植木さんがまた戻って今年からまたやられてますね、じゃあ今もうその戦いが始まってると。そうですね、はい、いつもその生徒たちは部員とかはどういう形で集めたり、はいはい、まあ、基本こちらからも試合見に行ってお声掛けさせていただいたりとか、はい、あとはまあ向こう、まあ、あの学生が自分で探してきてくれてこう門を叩いてくれたりだとかっていう感じですよね、はい、だ遠い子だとやっぱ九州とか広島とかその辺の子たちは自分たちで見つけてきて来てくれたっていう子がいますね、そっから来るんですね、もういますね、ありがたいですけどね、ありがたいですね、はい、でまあ、あとは大体埼玉県の子がうちは割合的には多いです、多い、まあ、関東圏内から来てくれてますけど埼玉が多いじゃないかなと思います、はい、結構部員集めるのも大変っていうじゃないですか、はい、東京国際さんとかも、はい、まあ、大体その高校の時にいい選手は、はい、大体早稲田とか、はい、あっちに持ってかれて、はい、それじゃないこういう子を東京国際が来るっていう前話してて、はいはい、で共栄大学さんとかもじゃあ、はい、もう埼玉県のいろんな取り合いの中、はい、なんとか獲得してきて、そうですね、なんかこう、はい、つながりはあるんですか、高校とかそういう、そうですね、それはなんていうかお互い様な部分もあるし、はい、高校もやっぱり高校側もやっぱり進路決めてあげなきゃいけないし、大学側もやっぱり来てもらいたいっていう思いがお互い基本的にはあるので、で、まあ、来てくれたところからだんだんつながりが出てって後輩が入ってきてくれたりだとかっていうのはよくありますよね、はい、じゃあ今そういう形で共栄大学さんがこうやってきて、はい、でも準優勝してたり、はい、徐々に力はついてきてるんじゃないですか、ついてきてると思います、はい、やっぱもう選手もそうですけども、はい、やっぱつぐさんの指導で、いやあんまり何もしてないですもうグラウンドでもういやいやつぐさんそこはそうですねとか言ってくださいよ、いやいやもう監督コーチがやっぱりエネルギッシュなんで、はい、僕はもうそこのバランスを取るというか、なるほど、もうそういう感じで、あ、はい、必ずバランサーがいて、はい、こういうふうに見てて、でも、はい、いいですね、いい流れはできてるんです、そうですね、本当ここ去年今年とこういい流れが出てきてきてるんじゃないかなと、はい、でまあ、去年も本当リーグ戦1回前期に落としちゃっただけ で、はい、でこうそれこそ優勝した城西にも2分けなんですね、あ負けてない、負けてないんです、で最終戦で当たって城西がもう優勝が決まってた状況だったんですけど、まあ、2-0 でうちリードしてて、である時間帯でポンポンって2点取られて、で逆に城西さすがだなっていうふうには思ったんですけど、なかなかこう力がついたシーズンだったなっていう去年は、で今年はやっぱ去年4年生が多かったんでなかなかどうなるかなっ
ていうところから始まったですけど、また別の雰囲気でものすごいこう勤勉にまとまりがあるいいチームっていうか、まあ、自分のチームのことこういうのも変ですけど、はい、なんかすごいそういうキャラクター的にすごいそういうこう伸びそうだなっていう、うん、こうシーズン通して公式戦に磨かれて強くなっていってくれる要素はあるなと思ってちょっと楽しみに見てます、はい、もう津草さんだっていろんなところを指導してきてるし、はい、で津草さんはなんかこう指導 の、はい、その大事にしているとか、はい、そういう部分どういうのがありますか、なんかいろいろ。まあ多分きついこともよく言うとは思うんですけど、はい、基本的にはなんていうのかな、自分がこんなチームでやりたくないなっていうような指導をやりたくないなっていう、なんか選手がこうちょっとでもこうちゃんと判断してサッカーするというか、はい、こう集中してサッカーができるような、なんかそういうこうオーガナイズだったり導きができたらいいなっていうことは気をつけてるというか思いますよね、はい、やっぱりこう今まで長い指導歴の中で、はい、だんだん年を取ることに変わってきた部分ってありますか、はい、ありますね。ありますか。す昔はもう竹刀持って、はい、いや金属バット持って、もう自分で持つと止まんない気がしたんで、もうあえて持たないようにして手を後ろに組んで立ってました。なるほど、あえて持たない、はい、あえて持たない、はい、そういう時代があって、はい、やっぱりその若い頃に海外経験してるんで、はい、その指導者が選手に手を挙げるっていうとかそういうこと自体がもう常識としてない状況で育ってるんで、だから自分もやっぱりやっぱこうぐっと一瞬熱くなってこうなんていうのかな、熱くなる時ありますけど、はい、手を挙げるっていう行動にはならないですよね。そもそもそういうのが頭にないですよね。そうですだからこうなんていうのかな、こう力のもエネルギーを使う場所がなんか違うところに自分がもっと意識がいっちゃうというか、はい、そういう感じですかね。中にはバーッと言われて詰められて選手はしんどくなる時もあると思いますけど、はい、だけど必要なことに対してはっていう部分でやっぱり譲れない時もあるし、まあ、後から気づけばいいだろうっていうぐらいのこともありますよね。なんか、まあ、大学生にもなったら、まあ、サッカーもそうですけど人としての部分もいっぱい多いんじゃないですか、はいはい、社会人になる一歩手前ですし、はいはい、いやそれはもううちの監督がもう一番言ってることで、ああそうですか、もう一番の目的はここでサッカーよりも立派な大人になって出ていくことだろうって、あだから立派な社会人になるための訓練だからいろんなことをちゃんと考えてやりなさいっていうことはもう常々言ってますよね。素晴らしい、はい、そのツールとしてサッカーで何を学んでいきますかっていうところですよね。いやそうですね、やっぱ、はい、そういうのがやっぱりなんかサッカーにも出るんじゃないかなって思いますよね。はい、はい、思います。もうね、この収録前にちょっとつぐさんのサッカーの最近の話してて、はい、であのチャンピオンズリーグのアトレチコ対シティの、はい、試合の話をちょっとさせてもらって、はいはい、あれ面白かったですよね。痺れましたね。痺れました、ね、はい、特に第一戦は、まあはい、ファーストレグです、ね、ファーストレグは 1-0 でシティだったんですけど、はい、あのアトレチコの、はい、あの戦術が、はい、いろいろ、まあ、ネットとかでもいろいろなところでも議論を巻き起こしてますよね、はいはい、やっぱりその僕は一番こうなんていうか感動したというかすごいなと思ったのはやっぱりセカンドレグの後半ですよね。もう後半に前に逆に5枚ずらっと並べてシティをもう後ろに引かさ下げさせて長いボールバンバン裏狙いに行ってシティのライン下げてで5枚張るってことは6枚向こうは下げられるじゃないですか。で4枚でプレスをかけなきゃいけないからやっぱりアトレチコぐらいのレベルの選手だとちょっとプレッシャーかけられてもボール取られないですよね。ディフェンスの選手もシティの選手が複数でプレスをかけるっていう状況を作らせないような攻撃的な配置で相手引っ張ってでそこからもうずっと押し込んだっていう、 もう最後にそのプランを持ってもともとファーストレグからやってたのかなって思ったらその姿勢を恐ろしさというかもう本当にどうやって勝とうっていうもう本当そういうことをなんか考えさせられるゲームになりましたね。
多分あれですよね、はい、もうこのシティとやるってことは本当リスペクトから入って、はい、けどそのあのシティをどうやったら勝つんだろうってずっと考えてましたよね、はい、そうですね、はい、で最後とかあのセカンドレグとかもえぐいくらいでもう、はいはい、もうラストでビッグチャンスが3回ぐらいあったじゃないですか、それも、もうあそこまで行ってるわけですから、そこも本当に寒気がしたというか、すごいなって思ったですよね。シメオレもそのトレンドがこうで分かってるというけど、はい、自分のサッカーはそうじゃないって言い切ってますもんね、はい、もうあれそれが僕は好きですよね。そのもう流行りとかじゃなくて、俺はこうだよっていう、俺らはこうだよっていうことに胸を張って、それをしっかりそれで結果を出し続けれるっていう、ああいう、まあ、その気持ちだけではなくて、ああいう中にも意外とものすごい緻密なものが詰まりまくってるとは思うんですけど、そうですね、それをただこう、うん、大雑把にやるような戦術じゃないですよね、はいはい、やっぱアトレチコでもやっぱりスペインでは上から数えて多分3番目のぐらいの資金力も含めてあるビッグクラブじゃないですか。ビッグクラブですよ。だから選手のレベルは本当はもっといろんなことはできるはずじゃないですか。だけども勝つためにああいうスタイルを選択して、それをこうなんというかしっかり追加を選手もしながら、自分もこう良さも出しつつちゃんと結果を出していくっていうのはすごいなっていうもう思いますよね。すごいですね本当に、はい、あれやっぱ監督の色っていい色ですよね、はい、あれそうですね、シメオレさんは、はい、うん、と思います。もうスタイルは違うけども、それもね、あの真ん中2枚の選手、ブラビオラもシメオネも現役時代そのままのような感じですよね、そのあの試合自体が、まあ、そうですね、はい、アルゼンチン対スペインの中盤の戦いみたいな、はいはいはい、もうシメオネがガンガンもう走りまくって、もう相手潰しまくって、グラビオラはさばきまくるみたいな、うん、もうそういうのもなんか面白いなと思って見てましたね。そうなると中盤の監督多いですよね、はい、ピルロもそうだし、うん、まあ、ガッドゥーゾもそうですし、ですね、はい、中盤の選手が監督になるってケース、はい、そうですね。ズーさんはポジションどこだったんですか。僕は最後はサイドバックでした。サイドバックですか、はい、どのサイドバックですか、攻撃型ですか、それとそう、もう一番最後はもうチームがマンツーマンマンマークだったんで、はい、もうエースをいかに抑えるかっていう、うん、そういう役割でしたね、最後の方は。あ、ちょっと嫌だな、つぐさんみたいな人にこう、いや、もうまさにそれでいかに嫌がられるかを考えてました。ですよね、はい、もうブラジル人マークになったらもう NG ワードを連発で耳元でささやきながらもう、いや、自分はフォワードなんですよ、つぐ、はい、さんみたいな背中にすると安で、はい、もうバッドワードを後ろからガビ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 言ってきて、はいはい、もうオブザボールでちょっといろんな仕掛けをしながら視聴者としてちょっといたずらですよね、はい、もう選手には教えられないような駆け引きを入れようしながら、はい、だけどあれですよ、子供の時ブラジルに行った時にはセンターフォワードだったんですよ。お、そうですか、はい、そこからだん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 下がっていって、あ、よくあるケースです、はい、よくあるケースです。もう本当にそうでした。トップ下になってボランチになって、ボランチからディフェンスになって、まあ、上身長がそんなないからセンターバックはできなかったですけど、はい、でサイドバックで最後収まったというか。それとは結構やっぱありですか、はい、いろんな上から落ちてくるっていうのは。下から上がってくってそんなにないと思うんですよ。で、上から落ちてくるっていうのはあるじゃないですか、はい、であれはやっぱりいろんな目線で広がるんですかね、はい、僕の場合だとそのやっぱりセンターフォワードでやってるとしょってて、もう本当に今の一つ前の話の通りでもう痛いじゃないですか。痛いですね。痛いし、こう自由にプレーができなくてっていうのがだん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 もうしんどくなってきて、で1個下がったらフリーでボールもらえるじゃないですか。で中盤に下がってポジション変えてやってみて、まあ8番10番じゃないですか、ブラジルでいう、うん、はい、一番テクニックが必要なポジションで、はい、そんなテクニックがもともと持ち合わせてるわけがなく、はい、そのままもうシンプルに1個下がって5番の選手になって、で横に動く潰せるっていうタイプで、あの戦う選手ですね。そうです。もう、まあ、あとは簡単につなぐっていう。でもう一個レベルが上がると今度ロングボールがピシッと蹴れないとダメじゃないですか。やっぱりそこも足んなくて、で今度もう一個後ろになって、だから走れたんで、で走力を生かしてバンバンサイドバックっていう、サイドバック、もう最後はもうそこにもうたどり着いた俺の特性みたいな、もうあの
良くも悪くも出るやどこでもいいと思ってたんで実際、まあでね、とにかく試合に出たかったっていう方が強かったから、はい、使ってもらえるんだったらっていうのが、でサイドバックはその両方できるじゃないですか、で攻めちゃダメだよってポジションでもないし、行けよっていう側面もあるし、やっぱクロスでアシストするのも好きだったし、だからそういう部分で全然その不満がなかったんですよね。だからその技術的な部分で言うとやっぱり前よりスペースがあるから、まだもうちょっと余裕ができたっていう、マイボールに関してはそこはあったのかなっていうところは感じましたね。やっぱもう今の子供たちは自分たちの時より止めていけるっていうのがやっぱ少し優れてるじゃないですか、うん、うまいですね、やっぱボールの持ち方、はい、運び方もなんか、はい、ボールがくっついてる子はだんだん多くなってきたじゃないですか、そうですね、やっぱ競泳大学でもそういう子は多いですか、はい、いや多くはないですね、はい、いますけど、うちにいる選手たちはまだそのレベルの子は少ないです、正直。こっちはメンタル的に強い、メンタル的にもこれからっていう子です。これからの子が、はい、じゃあもう伸びしろですね。もういや本当にそうです、いや本当にびっくりするような成長する選手がやっぱり一学年に何人か実際いるんですよ、うん、毎年、うん、だからまだまだその伸びれる世代で、僕も18でブラジル行ってるんで、そこからなんで本気でサッカーやったじゃないけど、はい、そっから実際ちゃんとやり始めてるから、だから全然伸びれると思うから、本人次第な部分もあるけど、まあそういう、こうお手伝いをねうまくできたらなっていうような感じですかね、はい、もう埼玉での指導が一番長いですか、はい、そうですね、それはそうだと思います、はい、素晴らしいですね、はい、もう埼玉県で、いや、はい、もう教え子たちもじゃあ結構な数ですよね、埼玉の。だと思います。ですよね、はい、それこそ競泳のすぐ近くに東国時代の教え子が住んでて、はい、でなんかランニングかなんかの途中に僕がいたからって挨拶来てくれたりとか僕の家すぐそこなんですよみたいな分かりますかなんて入ってくれて、おお分かるよって言って、はい、なんとかだろうなんて話とかもあるし、そんなことがあったり、社会人チームで相手チームに教え子がやっぱりいたりとか、そういうのもよくあるんで楽しいですよね、なんか嬉しいし。そうですよね、はい、だって自分とのこのつぐさんをつなげてくれた、はい、うん、あの内田っていうのをね、はい、まあ大人のチームなんで、まあ、選手と指導者のコーチの立場だったんで、はい、じゃあこれからなんかどういう感じで今も、うん、じゃあ、競泳大学を、はい、まあ、携わっていくっていう形ですよね、はい、そうですね、はい、やっぱも今そのカントリーグになってやっぱ目標ってどういう感じになるんですか。まあ、今関東で言えば来年カントリーグが3部リーグができるんですね。あ、どんどん増やすんですね、はい、関東1部2部3部があって、その次に今のノルテっていう、そういうような立ち位置になっていくので、はい、ですからまず今年その1位2位に入れればその関東大会に出れるの でそこで関東2部に入れる可能性もまだあるんですね、今年。まずそこを目指して、でまあ、そこがもし届かなくても3部には必ず入るぐらいの活動は今年はやりきらなきゃいけないかなっていう目標はありますね。じゃあ、学生たちもじゃあモチベーションは高くなりますね、そうですね、新しいリーグだったり、はい、関東3部ができるんですよね。そうです、はい、じゃあ何とかしてもう何としてでもっていう入ってみたいってなりますよね、はい、と思ってると思います。じゃあもう熱い指導が、はい、続くわけですね。そうですね、はい、楽しみですね。そうですね、はい、つぐさんに指導されたい、はい、いや一回試練持ってきてください。いいですか、あの頃の、いいです、あの頃持ってないですよ、だからいやでも、はい、すごく、はい、あっという間なんですけど、もう終わりの時間が近づいてきて、あっという間ですね、本当に。いやもう本当、はい、ブラジルとかいろんなところ、はい、深掘りしたいんですけども、まあ、でもそういう第1回とはそうなっちゃうんですよ、はい、じゃあぜひまた、はい、また第2弾を来てくれるかないいと思う、やっぱいいと思って言った方がいいのかな、やっぱりちょっとね、昭和の人は言ってくれるんですあ、わかりました、はい、じゃあ、またぜひ、はい、次回また来てください、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、そうしましたら、本日は、競泳大学体育会サッカー部コーチ加藤嗣男さんに来ていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ゴゴフトありがとうございます、はい、お疲れ様でした。
この放送は親切丁寧業務用エアコン清掃アレオ様と川越富士見の上福岡3店舗ある醤油豚骨ラーメンのラーメン御用様のご協力のもとお送りいたしました。